皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は私の持っている全リップの紹介をしていきたいと思います。まずこちらから紹介していきます。こちらはジェルスチュアートのフォーエバージューシーオイルルージュシアーとオイルルージュティントです。シアーの方が05番でティントの方が04番になります。こちらはすっごい見た目も可愛いリップなんですけれども、香りもすごくジェルスチュアートのいい香りがします。こっちはすごいほんのり作っている感じなので、これ一本で使うっていうよりかは何かに重ねる方が私は好きです。こっちはすごい色味があるしティントなので落ちにくいしおすすめです。一本で使いたいよっていう人はこっちの方がいいかなと思うんですけれども、出して紹介していきます。はい、こんな感じですね。結構濃いめの色です。でこっちのカラーは結構薄めの色ですね。カラーはこんな感じです。はい、続いてこちらがジェルスチュアートのリップブロッサムの35番です。こちらはね、35番めっちゃ可愛いんですが、はい、こんな感じの色味です。はい、ジェルスチュアートのリップは香りも見た目もすごくいいのでおすすめです。そして続いてはこちら、最近私がよく使っているディオールのアディクトリップティントの351番になります。こちらはティントなんですけどすごいいいです。出してみるとこんな感じで結構濃いめなんですけど、唇にのせたりするとそうでもないんですけど、ちょっとポンポンでのせて唇でまーってやれば伸びる感じのリップです。続いてこちらがスイーツスイーツのカラージュレリップになります。03番なんですがすごく可愛い色です。こちら出してみるとこんな感じです。色味がすっごい可愛い色してます。続いてこちらのキャンディードールのドロップクレヨンリップ、これはもう薄いので唇にのせるとほんのりピンクになるっていう感じなので、この段階ではちょっと透明な感じなんですけれども、こちらのリップはリップ下地とかっていう感じでもいいかなっていうカラーですね。ちょっとしたらまあ色はつくんですが、私はこれの上にちょっと赤っぽいリップをちょんちょんって塗って使うのが好きですね。そしてこちら、これはねすごい私がつけたら不評だった、オースイーティーリップカラーラズベリーパブロバのマックのリップです。初めてマック買ったんですけど、この色がすごい似合わないっていう感じで言われてしまって、私はもうこれのリップは使ってないんですけど、すっごい蛍光な感じなんですよ。なのでちょっとね使ってないです。続いてこちら、これちょっと商品名わかんないんですよね、韓国語で。ペリペラのなんかシロップみたいな感じので、すっごいリップが甘いやつですね。こちらは新大久保で買ったんですけど、なんかクリアファイル塗りづらいですね、弾いちゃう。すっごい色なんですよこれ、こぼしたらもうすんごいやばいっていうぐらいだし、手につけてもなかなか落ちなかったんですよね、試しに塗ってみたら。なのでお店でね塗った時に全然落ちなくて、本当にもうしばらく落ちなかったんですよね、その日ずっと。なので結構色持ちはいい感じなんですけど、結構濃いめですね。続いてこちらが、こちらキスのクリーミーシアルージュの07番です。こちらねすごいいいですよ、めっちゃすごいとろける感じの、すっごい保湿もしてくれる感じのリップなんですけど、すごいレトロな感じの紫でとっても可愛い色です。はい、続いてはこちらですね。こちらエチュードハウスのリップリッチビビットティント、これすごいビビットなピンクなんですけど、すっごい濃い感じだけど可愛いし美味しい感じのリップですね。バナナみたいな、フルーツジュースみたいな匂いって言えばいいのか、なんか匂いは書いてないしわからないんですけど、こんな感じの色です。すごい明るいけど可愛い色してますね。はい、続いてこちらポップティーンのリップ、これ一回も使ったことないんですけど、付録のですね、なんかつかない、わからないんですけどつかないですね。まあこれはね付録だし、まあ今から買うっていう参考にはならないかなと思うので、まあ、ちょっと紹介しないでおきます。続いてこちらがエチュードハウスのディアダーリンソーダーティントの BL601 番っていうものです。まあ、これはね品番わかんなくても見た目がこれ分かりやすいかなと思うんですけど、最初の方に買ったんですけど紫なんですけど、塗って
ったらピンクになるリップですね。温度でっていう感じなので、ここに出したところで色は変わらないんですが、こんな感じのすごい綺麗なカラーなんですが、紫っぽい感じなんですけど後から変わります。続いてこちらがエチュードハウスディアダーリンウォータージェルティントになります。これなんか最近使ってなくて、なんか色大丈夫これ。はい、こちらもね結構使ってたんですけど、見た目可愛くて人気ですよね。めっちゃ弾いてるんですけど、こんな感じです。ウォータージェルティントっていうだけあってすごい弾いてます。続いてこちら、これも最近使ってないんですけど、キャンメイクのジェリースティックグロスの04番です。これはねすごい保湿もされるしいい感じなんですけど、こんな感じのちょっとオレンジっぽい色味かな、ラメが入ってるのが可愛いなと思います。はい、そしてこちらキャンディーのリップ、これは新大久保とかで結構売ってますね。ストロベリーとこのヨーグルトベリーっていうカラーなんですけど、これねこっちは開かなくてこっちが開くっていう感じのリップです。すんごい濃くて、赤リップだと私結構なんか浮くねって言われて最近使ってないんですけど、いやめっちゃ人の意見気にするやんって感じだけど、でもなんか似合わないのつけてるのって嫌じゃないですか。だからなんか似合うようにねどう使うかっていう感じですね。こっちのカラーの方がちょっとこうなんて言うんだろう、使いやすい感じかな。こっちのすごい匂いがねヨーグルトベリーって感じなんですけど、塗りにくいけどな感じです。分かりにくいと思うけど、上は結構赤って感じなんですけど、下はちょっとピンクっぽい赤っていう感じですね。続いてこちらがワンダーハニーハートフルなピュアリップハニーピンクのリップで、これは多分今売ってないのかなと思うんですけど、どうでしょうかね。これはちょっと出ないかな。すごい可愛い色でパッケージも可愛くて気に入ってます。これはこんな感じでちょっと薄くて分かりにくいけど、この色にすごい似てますね。このジルスチュアートのリップブロッサムにちょっと似てるけど、でもジルとはまたちょっと違うんですけど、なんかちょっとピンクっぽいオレンジっぽく見えますね、クリアファイルに出すと。でも実際塗ると結構ピンクな感じで可愛いです。そしてこちらファンの方からいただいて、ちょっと可愛すぎてね使えてないんですけれども、こちらすっごい明るい、あ出ないね、出ない。なんかクリアファイルすごい難しいですね。でもこちらのねペリペラのリップいただいてめっちゃ可愛いんですよね。本当に見た目がめっちゃ可愛くて大切です。ありがとうございます。でこれがねすごい私好きなんですけど、香りがめっちゃ好きな、もうこのG ナイトスキーのリップカラーの04番です。これすごいね一時期使ってました。めっちゃ香りも良くて、赤リップがすっごい、あ持ってる中で一番赤なのかな、なんか出した感じめっちゃ赤ですね。こんな感じの赤です。続いてこちら透明系のリップなんですけど、ディオールのアディクトリップマキシマイザーの001番と、これが、不老不死のリップ38度のリップトリートメントのベビーピンクだったかなになります。ここら辺は保湿っていう感じなので、ピンクの色はついてるんですけど、もう全然色つかない感じの透明な感じで、これは寝る前に使ったりしてるんですけど、すっごいこれ唇プルプルになるので超おすすめです。これ唇ガサガサな人で悩んでる人はぜひこれ買ってみてください。なんかそこら辺に売ってる薬局のリップと全然違います。でこれもねいいんですけれども、これは私は普段使ってますね。なんかラメとか入ってるから普段使ってて、こっちはラメ入ってないから寝る前使うっていう感じです。はい、というわけで今回ファイルの上に出したんですけど、とっても分かりにくいかなって思ったので、ちょっと腕に出してみたいと思います。はい、そしてこのリップはほぼ透明なので、これはちょっと紹介はしないんですが、ここに出したものを順番順にねこっちから塗っていくので、まずこのね一番最初に紹介したジルのリップからこうバーって塗っていきたいと思います。はい、まずジルのリップこんな感じです。そしてこちらのリップはこんな感じです。そしてこちらのリップはこんな感じです。ディオールのリップは最近使ってるやつですね、こんな感じです。でこちらのリップはこんな感じです。キャンディードールのリップはちょっと色がもうちょっとしたら温度でっていう感じなので、あんまり分かりにくいかなって思うんですけど、すいません。でこちらのリップはこんな感じのカラーになります。こちらのペリペラのリップはこれ絶対つけたらしばらく
落ちないんだろうな。こんな感じです。はい、キスのリップはこんな感じの色です。エチュードハウスのこちらのリップはこんな感じです。付録のリップはこんな感じです。エチュードハウスのティントはこちらもちょっと変わるので、もうちょっとしないとつかないですかね。こんな感じです。エチュードハウスのティントはこんな感じです。キャンメイクのリップはこんな感じです。キャンディーのリップ、まずはこのストロベリーはこんな感じです。ヨーグルトベリーの方はこんな感じです。こちらのリップはこんな感じです。こちらのリップはこんな感じです。最後がこちらですね。すごい腕の底まで来たんですけど、こんな感じです。全部だとこんな感じなんですけど、今肘を曲げちゃって、この色がここに映っちゃったんですけど、まあ、これをね覗いてこんな感じです。はい、どうでしょうか。自分の好みのリップがあった方はぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで今回は私の持っている全リップの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら使ってみたいなっていうリップがあった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。なんか腕がすごい。